ちゃんほら、越前湖。おお。待って。越前湖。成功、成功ガニやな。おお。大きい。おお。すごい。身がパンパンやん。バキバキバキ。包丁持ってこない。包丁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 。すげえ味噌がごっついやんか。おお。その黒いのがなんかカニを甘くするちょっとで。それついてのあかんねん、あかんねんって。ついとかなあかん。なんかな、あの水槽の中におったらそこから糸みたいにヘニョヘニョヘニョって出てくる虫みたいなのが。へえ。ヒロアカやってるし。ちょ待って、私に刺してここを取んねんな。取んだし取って、あ、まな板。ごめん。で、ほんでどうじゃった。もうその束ねてバケットおんねん。ここ こっち内側にする。こういくん。そう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 。あ、痛そう痛そうや。いや、もう痛くないと思うで。おこっちもなんであったらジャンパー持ってる。どっか行くんじゃん。帰るの。お疲れ。水をほら、あ、水入って持てんな。水があるけど。水を、水、あ、溝か。溝は回ってへんの。味噌よ、味噌。これに味噌がついてんの。しゃぶったら。うん、うまそう。割った方がいいの、半分。なんか割りやすいように。このままでもいける。今俺撮影で忙しい。なんで撮影やの。これも切ってや。これでも味噌がほらここにあんねん。しゃぶれ。食べさせて。ここ食べていい。うん、あ、味噌玉。今落ちんかったか。うん、なんかさ、味噌にさ酒入れてさ、うん、するよ。熱感入れてな。うん。せんけどな。あ、出た。なんかこういうとこ働いてはったん、お宅さん。いいえ、働いてませんけど。なんかな、食事のそうめんも出てきやすいな。こぼすのなんかね、追いつくな。もうふんどしや。ふんどしの子。なんかに追いつくの、マジか。うん、ここも美味しいな。甘い。カポは一番甘い。ほんまに追いつくってことは、しばらくアニメの方も中心になるから。甘い。肩肉のところ中心になる。甘くて美味しい越前ガニや。ほんと甘い。ではもう、全員やろう。甘くたく。さあ、食うぞ、食うぞ、食うぞ。じゃあ、甘いしかないな。おぉ。あ、うん。美味しい。味噌は手に、口があって何やろ。甘くて美味しい。誰かなんか作ってんで。カニ丼ぶりするんやって。いっぱい身集めてんで。その中に日本酒を少し温めてぶち込んだらうまいやろな。うまい。じゃあこれをご飯にまぶしてやな。ああ、うまいわ。なるほどね。味噌やで、味噌。上にカニ味噌乗せて完成。いっぱい食べてる。あ、食べたな。もう食べたよ。鍋の用意、ガラ入れて。
ご飯も炊けた。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。こんな感じ。どんな感じ？こんな感じです。カニ味噌落としたし。やばいやばいやばい。やばいやばい。大事なやつを。今から調整するね。いやまずカニ味噌でご飯。おお。どう？その後ね、なんかもうちょっとこう評論家っぽく言って、ラッパーから味噌の味食レポ教えてよ。食レポはちょっとね、いいね。これが美味しいんだ。うちこ。うん、最高。めっちゃ合うんやな。めっちゃ合うの。これ嬉しい。乗せた。醤油とかかけへんの？なんかもう全然このそのままで。え、こんな甘かったっけ？甘かった、甘かった。甘かった？なんかすごい甘く感じねんけど。めっちゃ甘い。まあすごいカニカニやもんな。もう美味しいカニはもうそのまま食べて全然美味しいもんな。何カニなんかいらんねん。いらんいらん。さすが越前ガニや。ほんま。天皇家御用達やで。私旅行行った時さ、カニ 2.5 割という旅行に行って、なんか、ロシアカニやったらな、全然うまなかったもん、カスカスやろ。マヨネーズ、ちょっと。マヨネーズ乗せた、乗せた、マヨネーズ。お上品に食べてんねん。マヨネーズ乗せた。なんか、前いっぱいカニ乗っけて、マヨネーズガーッとかけてたやんな。丼みたいな感じで。これを混ぜて、ご飯にのせて。マヨネーズ。あー、美味しそう。どう？なんでもいいね。明日の朝飯の準備です。カニ丼ぶりです。ハルモンです。カニ味噌がいっぱいあるからきっと明日の朝の方がうまい。あの頭でいいか。あの頭で急に気にしてわざわざこれを越前ガニのこれ丼ぶりを食べるために静岡から新幹線でやってきたアホな男です。すげー。ここもこれ外こも入れたら出汁出るかな。出るんちゃう。そうなんやろな。いいんじゃない。入れてみよう。本ゾエガニとセコガニの山も山盛り。もうなんかぐちゃぐちゃや。へえ。何が何やら分かれん状態。めっちゃ入ってますよ。これうー、うちくも掘り込んでるし。困ってるんやろな。俺一瞬24時間って言おうとした。繊維子供の俺でさえそれを言うぐらい。ほんまにオッケー足やな。こんだけこんだこんだこっつい身。だって俺さっきこう頬張ったもんこれ。なかなかあのズワイガニ頬張られへんよ。日本のサービス残業当たり前当たり前。あ、残業1時間か。あ、余裕っていう。ちなみに彼は痛風です。そうやばいな。次回システムデュエルスタンバイ。カニだしの鍋炊いたご飯はおにぎりに。なんか足してる。焼肉ムズルもある。めっちゃぶっ込みやな。白滝も全部ぶっ込みや。白滝がねえ、なんかそんな感じ。うまく入れるよ。餅やで、これ餅。
餅しゃぶ美味しいやろ。美味しい。前のキャンプでもやったよ。何これ。餅しゃぶは高いにするな。餅好きやから。薄い餅。なんか鍋の中からいったもめんが出てきたみたいだったの。いったもめんが溺れてる。あ、いったもめんが溺れてる。ほら、もうちょいや。いや、もうええよ。豆腐入ってない。まあ、入ってる。何でも入ってる。何でも入ってる。これでも多いんちゃう。あー、汁かいてる。カニガラのスープで取った鍋。何の水加減です。大事に抱えてきたで。はい、皆さん、山盛りのカニ。すごいな。遠慮せんと。あっさり乗せるのだ。カニ丼にカニ丼っていう感じにせんな。うわ、味噌や。こんな。ちょっと乗せの。マヨネーズを乗せはせえへん。あ、ごめん。あ、持ってきよった。えらい。早いね。いただきます。買ってる。マヨネーズめっちゃうやろ。お湯で料理めんどくせえのに。合うやんな。一回つけてみて。やろうと思えばできる。ただやりたくない。カニ味噌とマヨネーズ主張できる。できるというか基礎はできる。美味しい。あ、パンも美味しいやろ。パンも美味しい。なんだろう、料理のレシピさえ用意してくれたら別に何でも作ることができるとは思った。カニ味噌がただ分野はどちらかというとお得意分野は美味しいから。うん、こちらで得意なの